汽車の絵本4、頑張れ機関車トーマスより、トーマスと車掌。トーマスは自分の視線がとても自慢でした。ソドー鉄道の中で一番重要な場所だと思っていました。トーマスが引いている客車はアニーとクララベル。古いのでペンキを塗り替えなければならないほどでしたが、トーマスはこの2人が大好きでした。アニーは乗客しか乗せられませんが、クララベルは乗客のほかに荷物や車掌も乗せることができます。線路を行ったり来たりするとき、トーマスはアニーたちに歌を歌ってあげます。それに合わせアニーとクララベルも一緒に歌いました。トーマスは駅を出発するとき歌いました。さ早く遅れてるんだ、さ早く遅れてるんだ。アニーとクララベルも進もう進もうと歌っています。二人はトーマスに何を言われても気にしません。トーマスがトップハムハット卿を喜ばせたくて急がせているのだと分かっているからです。それにもしトーマスが怒ったとしても、決してアニーとクララベルに怒っているのではなく、遅れる原因を作った本線の機関車に腹を立てているのだと知っていました。ある日、ヘンリーの列車が遅れていて、トーマスは待たなければなりませんでした。だんだん怒りがこみ上げてきます。ヘンリーが毎回こうやって遅れるんじゃ、僕も時間通りに走れないよ。トップハムハット卿は僕を頼りにしているのに、イライラしながら言いました。そこへやっとヘンリーが来ました。怠け者、何をやってたんだい？怒ったトーマスが言いました。故障しちゃって誰も直せなくてさ、大変だったんだ。ヘンリーがぼやくと、そんなのただの運動不足なだけさ、トーマスが言いました。山のような荷物を持った大勢の人たちがヘンリーの列車から出てきて、アニーとクララベルに乗り込みました。トーマスはその乗客たちが落ち着くまで待たなければなりません。やっと車掌が笛を吹くと、トーマスはすぐに走り始めました。車掌は慌てて振り返って列車に飛び乗ろうとしましたが、老婦人の傘につまずいてばったり転んでしまいました。車掌が起き上がった時には、もうトーマスもアニーもクララベルも駅から出るところでした。進め進め、トーマスは言いましたが、クララベルは嫌がりました。車掌さんを置いてきちゃった置いてきちゃったとメソメソ泣いています。アニーはトーマスに、車掌さんが乗ってないわ乗ってないわと伝えようとしましたが、トーマスは全く聞こうともしませんでした。さあ進め進め、トーマスは早く進みたいとそればかりです。アニーとクララベルはブレーキをかけたいと思いましたが、車掌がいないのでそれもできません。車掌さんはどこ車掌さんはどこと泣いています。トーマスは信号のところでようやく止まりました。嫌な信号だな、何があったんだ。さあね、車掌がすぐに教えてくれるだろう、機関士が言いました。
トーマスたちはその場で待っていましたが、車掌はやってきません。ピーピーピー、車掌さんはどこ？トーマスが尋ねました。置いてきちゃったのよ。アニーとクララベルがメソメソ泣きました。機関士と助手、そして乗客たちが見ていると、線路沿いに向こうから車掌が片手に旗、片手に笛を持って一生懸命走ってくるではありませんか。みんなは歓声を上げました。車掌は走って疲れたので、まず座り込み水を飲んで、駅からここまでのことを話しました。ごめんなさい、車掌さん。トーマスが謝りました。君のせいじゃないよ、トーマス。僕が傘に引っかかったせいさ。ほら、信号が降りてる。遅れた分急ごう。アニーとクララベルは車掌が戻ったので嬉しくてたまりません。思わず歌い出しました。どんなに急いでもいいわよ、どんなに急いでもいいわよ。こうしてトーマスたちは終点に今までにないほど早く着いたのでした。